校舎の影芝生の上吸い込まれる空、幻とリアルな気持ち感じていた。チャイムが鳴り教室のいつもの席に座り、何に従い従うべきか考えていた。ざわめく心、今俺にあるもの、意味なく思えて戸惑っていた。放課後待ちふらつき俺たちは風の中、孤独瞳に浮かべ寂しく歩いた。笑い声とため息の飽和した店で、ピンボールのハイスコア競い合った。退屈な心、刺激さえあれば、何でも大げさに喋り続けた。ウォーウォーウォー、行儀よく真面目なんてできやしなかった。夜の校舎窓ガラス壊して回った。逆らい続け、あがき続けた。早く自由になりたかった。信じられる大人との争いの中で、有志合い一体何分かり合えただろう。うんざりしながらそれでも過ごした。一つだけ分かってたことを、この支配からの卒業。誰かの喧嘩の話にみんな熱くなり、自分がどれだけ強いか知りたかった。力だけが必要だと堅くなに信じて、従うとは負けることと言い聞かした。友達にさえ強がってみせた。時には誰かを傷つけても、やがて誰も恋に落ちて、愛の言葉と理想の愛、それだけに心奪われた。生きるために計算高くなれというが、人を愛すまっすぐさを強く信じた。大切なのは何？愛することと生きるためにすることの区別迷った。ウォーウォーウォー、行儀よく真面目なんてクソくらえと思った。夜の校舎窓ガラス壊して回った。逆らい続け、あがき続けた。早く自由になりたかった。信じられぬ大人との争いの中で、許し合い一体何分かり合えただろう。うんざりしながらそれでも過ごした。一つだけ分かってたことを、この支配からの卒業。卒業して一体何わかるというのか、思い出の他に何が残るというのか。人は誰も縛られたか弱き子羊ならば、先生あなたはか弱き大人の代弁者なのか。
俺たちの怒りどこへ向かうべきなのか。これからは何が俺を縛りつけるだろう。あと何度自分自身卒業すれば本当の自分にたどり着けるだろう。仕組まれた自由に誰も気づかずにあがいた日々も終わる。この支配からの卒業、戦いからの卒業。